羽根さんこんにちは、あかんですよ。で皆さんタワー行ってますでしょうか。まあ明日最終日なんでね、まあ最後の追い込みをかけてる方も結構いるかなと思うんですけど、僕もですね結構頑張っていて、まあ最高レート更新したんですよ。3365まで行ったんですけど、そっからですねレート200下げまして、あの今ね順位が120何本みたいな感じになってるんで、ちょっと悩みつつあるんですけども、まあこの動画を撮ったらまたちょっとタワーにね挑んで、まあできればランカーとかになれたら嬉しいなって感じではあるんですけども、そういうことは置いといて、まあ明日ですね、まああの新キャラが来るわけじゃないですか。それに合わせてこの相手に今いるね怪奇黒化が下方修正されるわけなんですよ。なので多分ね、多分っていうか分からへんけど、まあ、この怪奇黒化見るのは見納めなんじゃないかなっていうことでね、まあ最後の最後にまあこの子の動画を作っているという感じになっているんですけど、これはですねもうめちゃめちゃ相手ビュンビュンするじゃないですか。これのせいでマジで取りにくい。なんかさ あんま上手くない人、俺もなんか怪奇黒化始め使いたての頃はもうなんかエアモードの使い方わからんくて、とりあえずビュンビュン飛んで当たったらラッキーみたいな感じでね、まあ返してたんですけど、多分この人はね意図的にやってるんですよ。でこれ何がうざいかっていうと、これビュンビュンすることによってフォアで打ってんのかバックで打ってんのかわからないんですよ。だからそのだいたいこの子ってさ、バースト発動したら10秒間エアモードし放題の状態になって、まっすぐじゃなくて飛燕ロブになるじゃないですか。飛燕ロブっていうことはフォアで打った時はこうなんか相手が右で打ったらこっちから見て左側に流れていく、でバックで打った時はこっちから見て右側に流れていく球なんで、それを予測して取っていくという方法をね僕いつも取っているんですけども、見てこのビュンビュンしすぎてどっち取ったみたいなあのこれガチ強かったんで、まあ怪奇黒がね、まあ、使ってる方はぜひ真似していただけたらなと思うんですけど、いや俺的にはちょっとねあの最終日でちょっと頑張ってるんで、これさえたらもう嫌なんですけどまあしょうがないから、まあ下方修正がどんな感じになるかはわからないんですけども、まあでもね、まあずっと言ってる通りではあるんですけど、最近の下方修正だいぶ抑え目なんでね、まあなんか全然使えるような状況のまま終わるような気もせんでもないんですけど、どうなんですかね。いやこの人ほんまうまかった。なんか黒川のさ SS って飛燕 SS じゃないですか。それ飛燕と見せかけて普通にバーストとかエアボードのまっすぐに飛ばしてきたっていう、いやガチでな、これでやばかったよねだからまあでも俺初めてだよこういうなんか使い方してくる人、だから結構新鮮で、うわめっちゃやばいってなってました、はいでも僕はですね雪コードに関してはこの怪奇黒川を黒の後継者で頑張って戦ってはいるんですけども、まあ結構ね上手い人にはあんま勝てなかったりする、ちょっと悩みどころではあるんやけど、俺はもうちょっと怪奇黒川を使わずにランカーになるっていうね、ちょっと偉業を達成したいなと思ってるんで、ちょっと使わずにね、まあ、グラスも雪もちょっとこの子使わずにやってるんやけど、やっぱりグラスとかになってくるとね怪奇黒川と決戦打つのの組み合わせ今日めっちゃ多いんよ。なんか運悪いのか何のか分からへんねんけど、増えただけなのかも分からへんけど、なんか今日もなんか4回中2回ぐらいその編成に当たって毎回負けてるから、結構俺的にきついなと思ってるんやけど、ちょっとまだ頑張りたいなと思います。俺は高専時代で頑張ってるけど厳しいでもこの試合はね結構ラッキーな感じで天気もあったんやけど、まあこの人は上手かったっすね。まあこの怪奇黒化対黒の後継者に関しては前で動画出してるんで、よかったらねあのもうちょい長い試合見たければそちらを見ていただけたらなと思います。2戦目もてかほんまに雪コート怪奇黒化出現率 100% マジでこの子こうへん時ないっていうぐらい来んねんけど、雪コートってみんな誰で対策してるんですか。僕普段ね黒の後継者で戦ってるんやけど、それ以外なんかおるんかな。空中向こうっていい感じのキャラ、あ MVP シャルロットとかかな。あと誰おるんやろか。俺が今仲間に入れてるサテラとかセイヤエクセリアではちょっと無理なんですよね。あの子空中地面向こうなんでだから結構困ってはいるんですけど、まあまあ俺はもうそんな今頃なんかいい感じのキャラがおったとしても入れるほどの余裕はないというか、慣れるまでの時間が多少必要やったりはするんでね。しかもあの月曜日テストあるしっていうので、あの普通に期末テストというか、期末って名前ではないんやけど、そんなんがあるからあんまやってられへんねんけど、でせめて3370いったらやめようかなと思ってた矢先にね負けてしまって、そっから立て続けに負けてね、もうその何最高レート更新してから勝率多分ね3割とかですよシンプルにあの調子が悪いというかそんな感じなのかもしれないけど、まあ頑張っていきたいなと思います。でまあ今なんでこれ得点できたかね、試合してる時はわからんかったんやけど、普通に相手空振ったというか、あのエアモードがうまいこと当たらんかっただけやねでまあこれまたね怪奇黒川と黒の後継者で戦ってるんですけど、相手途中からちゃうキャラで来るんですよ。でそのキャラが誰かっていうとレンファなんですけど、まあ、あの子で全然見に行くなってんやんか。クレーコードやレンファ打つのとかしてる時代結構あったかなと思うんやけど、クレーコードでもほぼ全くと言っていいほど見なくなったし、雪コードでも全然来なかったんですけど、いざ来てみたら俺結構やばかったんよね。マジでなんか強かった。俺あの黒の後継者主軸なわけよ。でまあこのレンファっていうのはスペシャルを相手に打たれると瞬間移動1回だけすることができて、後ろに下げることができる、あの飛燕ロブって言ったらいいのかな、ああいう球を打つことができるんで、後継者のこのね、まあ、スペシャルで決めることもできないし、あとまあ入れ歯気味
組む子もついてるんで、それで対策することもできないんですよ。なのでちょっと俺レーム来たら結構罪やなと思ったんですけど、まあ仲間に入れてるサテラでね、まあ、このポイントはね取ることができたんですけど、次僕サーブやったんで、もうじゃんけん的に負けじゃないですか。僕がサテラ出したら相手は怪奇黒が地面向こうついてる怪奇黒がで来るし、で俺が黒の後継者出したらレーム出してくるしっていうので、まあシンプルに勝てなかったですね。いやこれ結構さ、初めどっちがサーブかとか結構大事ですよね。それによってさ、マジで勝敗決まる時も全然あったりするから、あれではあるんですけど、だからそういう点でね、決戦スローとか強いんですよね。あの子ってまあこっちがさサーブやったらもう出し放題なわけじゃないですか。絶対その相手をまあ回復反転の状態にさせて使い物にならない状態にすることができるんで、マジでエグいなと思ってるんやけど、悩みどころやな。まあ怪奇クラガも結構体力バンバン回復するキャラやから、その回復を反転させてあげることによって、まあ、ある程度ね、まあ対策できるんかもしれへんけど、どうなんやろな、難しいな。相手体力なくてもエアモードでバンバンしてくるからさ、そのだから黒の後継者で怪奇クラガ対策してるんやけど、まあ、体力枯らせたとしてもエアモードでうまいこと返してくる人っていうのが少なからずおるんですよね。だからそこがちょっとエグいなとかいつも思ってたりするんやけど、いやほんまみんなユキコと編成何してんのかな。俺ユキコと MVP シャルやばすぎてさ、前までカルロスでどうにかしたりとか光の方で頑張ろうとしてたんやけど、まあ、光の方は全然あかんね、 MVP シャルに対しては。だから最近サテラをね入れたんやけど、まあ、緑の対策としてもね。ただまあそれを入れてから全然そのキャラが来ないっていう、まあ元からそんなに MVP シャルとか緑来おへんかってんけど、今まで MVP シャル来たら結構罪やったんよ。カルロスで特異状態解除したりとかさ、あと地面型ギミックでさ、まあずっと解除することができるじゃないですか、あの陣でね。ただなんか MVP シャルと解除してもなんかエリア広かったりとか、なんか普通に攻撃力がなさすぎて勝てないっていう、まあ、悲しい事件をいつも見舞われるチャイで見ました。でまあこのね3戦目に関してはですね、相手のラケットを見ていただいたら分かる通り金色のギガスウブスを持っております。めちゃくちゃいいっすよね、これね。めちゃめちゃ貴重なんよ。まあ、今回のシーズン戦もね、総合で、まあ、1000位以内に入るとポセイドンっていうラケットがこういう色にね変わって、まあ手に入れることができるっていうのがあったりはするんやけど、この金のギガスウブスに関してはですね、100位以内、総合100位以内の人しかもらえてないっていう、めちゃめちゃ貴重なラケットなんですよ。やばくないですか。なのでめっちゃ強い人です。昔からめっちゃ強いっていう人なんで、なかなかもうPS 戦ではどうしようもないんですけど、久しぶりに見たんですよね。だからちょっと楽しかったです。ちょっとこの試合はね、まあ、相手の編成が黒の後継者と怪奇黒かと、あともう一人幻想ルチアやったかな。だからまあどっちにしよう、俺は黒の後継者しか出せない対面ではあったんですけど、まあ相手も黒の後継者で来てくれたんでね、まあ、ワンチャンあるかなとか思ってたんやけど、まあ、怪奇黒かよりはね後継者ミラーの方が戦いやすくはあるんやけど、やっぱ上手い人はやっぱ上手いからな。結構厳しいところではありますよね。でまあこれは完全にやられたね。まあこれはもう普通にね、イレバンギミックの方に直線的に走るべきだったんですけど、もしかしたら逆かもしれないっていうのをね考えてしまって、ちょっと遅れた感じですね。これはラッキー。まあ後継者はねジャスト確定になるから、まあこんな決まり方結構あったりするんやけど、まあ、アウトも割とするからね。それを考えるとやっぱパルメやばいよね。あの子のあの球の速さでアウトしないよ、ほんま化け物級やと思うわ。まあ結論から言うとこの試合はね負けたんですけども、これからもタワー頑張っていきたいなと思います。ということで皆さんも頑張ってね。バイバーイ。